ホリー・ストールはアメリカ合衆国の俳優。妻は女優のナディア・バワーズ。ニューヨーク市マンハッタン区アッパーウエストサイドに生まれる。ユダヤ系。ニューヨーク大学大学院を卒業後、2001年に短編映画に出演。2003年、リンカーンセンター上演、ジャック・オブ・ライエに演出、ヘンリー4世でアンサンブルながらブロードウェイに初出演。その後、 エイリアスやナンバーズ天才数学者の事件ファイルなどの多くのテレビドラマにエピソード出演を始める。2005年にはスタンドアップで長編映画デビュー。2007年にはラウンドアバウトシアターカンパニーの制作でジョン・バンド・ルーテン作オールド・アクウェイン・タンス・ノー・ラッド役でブロードウェイに本格デビュー。その後は TV シリーズのゲスト、映画など大役を得るようになり多忙に中、d リーエブ・シュライバーとスカーレット・ヨハンソン主演で映画化を模索しながら実現できなかった企画を上演に置き換えたアーサー・ミラー作、端からの眺めエビュー・フロム・ザ・ブリッジのブロードウェイ・リバイバルにマルコ役で出演した。ヨハンソンをヒロイに映画を撮っていたウディア・レンは、この公演が終わるや、ストールをミッドナイト・イン・パリにキャスティングし、 小説家、アーネスト・ヘミングウェイを演じさせた。公開されるや、話題の作品となり、2012年、第27回インディペンデント・スピリット賞、ジョエンダム優勝にノミネートされた。その撮影後、ローオーダー、LA で、初めて、TV シリーズに、レギュラーとなるが、1シーズンで打ち切り。しかし、この後出演した、ハウス・オブ・カード野望の会談が大成功。 アルコール中毒の政治家、ピーター・ルッソを熱演し、ゴールデングローブ賞助演団優勝を、はじめ数々の演技賞の候補となった。2014年からは、ドラマシリーズ、ストレイン沈黙のエクリプスで主演を務めている。2016年、2度目のアレン作品、カフェ・ソサイティが、カンヌ映画祭オープニング作品になったことで、アレン、共演のクリステン・スチュアート、 ブレイクライブリーラとカンヌレッドカーペットを歩いた。2015年6月21日に女優のなでやバワーズディアバウアーズと結婚し、10月に一時を設けた。ありがとうございます。